皆さんこんにちは。レコード再生はカートリッジ、ケーブル、フォノイコライザーの組み合わせで音が変わることが昔から知られています。今回はフォノイコライザーに注目してレコード再生の謎を解明していきます。レコードには低音を弱めて高音を強めた音が記録されています。フォノイコライザーはこれと逆のレベル操作をして元の音を復元する装置です。このレベル操作のカーブは規格で決まっています。これを RIAA カーブと言います。フォノイコライザーは基本的にこのカーブに忠実を目指して作られています。このことからするとフォノイコライザーに音の違いはないはずですが、果たしてどうでしょうか。今回用意した機器はこちらです。ランダムノイズが記録されたレコードを使って実際の特性を測定します。測定結果を見ていきます。どの製品も RIAA のカーブに忠実です。この結果からフォノイコライザー自身に音の違いはないことがわかります。音に違いがないはずのフォノイコライザーを変えると音が変わることがあります。これを見ていきます。これは同じプレイヤーとカートリッジを使ってフォノイコライザーだけ変えた結果です。どうでしょう。違いますね。カートリッジはシュアー M44G ですが、メーカーが意図する音はどれなのでしょう。他のカートリッジはどうでしょうか。こちらはスミコのオイスターです。やはり違いがあります。ところで、これは一体何の違いでしょう。フォノイコライザーだけ変えたんだから、その音の違いだと思うかもしれませんが、そうではありません。フォノイコライザーの音は最初にないことを確認しました。こちらは MC カートリッジです。完全に重なっています。MC カートリッジの場合は音に違いがありません。LCR メーターを使ってフォノイコライザーの静電容量と入力インピーダンスを測定します。こちらは測定結果です。静電容量は製品によってバラバラですね。入力インピーダンスはほぼ同じです。ということは先ほどの音の違いは静電容量の違いです。フォノイコライザーの静電容量が製品によって違うので、フォノイコライザーを変えると音が変わるというわけです。先ほどのグラフをもう一度見ていきます。静電容量の大きさで線の太さを変えています。どうでしょう。静電容量が小さい時のうねりが大きいですね。スキージャンプ台のような形をしています。大きい時はそうでもありません。このアンプはカートリッジロードの端子を使って静電容量を変えることができます。この端子にダミーのコンデンサをつけて静電容量の影響を細かく見ていきます。これは静電容量が小さい場合の結果です。静電容量が小さいとスキージャンプ台のような特性になることがわかります。静電容量は小さいほど良いという噂がありますが、そうではないようです。極端に大きい場合はどうでしょう。静電容量が大きいと、広域が落ちてフラットになります。静電容量の大きなケーブルを使って再生すれば、柔らかい音が聞けそうです。
静電容量の最適値はこれらの中間にあります。こちらです。電音 DL103 の特性はリファレンスです。これに最も近い特性を重ねてみました。この付近がフラットに広域が伸びる最適値といえます。それにしても結構大きな数字です。これはフォノイコライザーだけの数字ですから、実際にはケーブルの分が追加されて700ピコファラッドを超えます。カートリッジには静電容量の奨励値が規定されています。これがいくつだったのか確認します。スミコのオイスターは100から200ピコファラッドとあります。ずいぶん小さいですね。M44G は400から500です。これは最適値に近い数字です。MM 型の奨励値は100から300が多いですが、これは間違いなくスキージャンプ台になる数字です。これが私たちが今まで耳にしてきた MM 型カートリッジの音と考えられます。レコード再生はカートリッジ、ケーブル、フォノイコライザーの組み合わせで音が変わることが知られていました。その違いを生み出していた最大の要因が静電容量です。MM 型のカートリッジには特性がフラットになる最適な静電容量がありました。実際の静電容量が最適値から外れると音が変わります。例えば、最適値から大きい場合は広域が落ちたフラットな特性になって、小さい場合はスキージャンプ台のような特性になります。カートリッジの静電負荷容量はケーブルとフォノイコライザーの合計値で決まります。何をどう組み合わせても静電容量の合計が同じなら、だいたい近い結果になります。このことを知らないとレコード再生が難しい組み合わせ問題に見えます。カートリッジには音の違いがある。ケーブルにはケーブルの音がある。フォノイコライザーにはイコライザーの音がある。と思って試行錯誤することになるでしょう。ところで静電容量の最適値はいくつなのでしょう。本来は仕様に書いていないといけませんが、この表記は当てにならないようです。たとえそれが分かったとしてもどうやって実現するのかといった問題もあります。このようなことを考えたくない人や忠実な再生を望む人は静電容量に影響されない MC カートリッジをおすすめします。静電容量に影響される MM 型は音質を追求できるタイプではありません。ケーブルやイコライザーと組み合わせて音色の違いを楽しむタイプでしょう。ご視聴ありがとうございました。